エシカルハッカーたちの創造力と多様性を活かせ、次世代型セキュリティテストシナックのご紹介。マチセミキャストの中澤です。シナックの堀雅人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。近年ですね、 IT 環境、セキュリティは激しく変化しておりますと。で、APT グループによるですね、標的型攻撃というのも、いろいろ情報がですね、皆さん共有されていたりですとか、あと、フィッシング、ランサムウェア、アズサービスみたいなものもありまして、攻撃コストも非常に下がってきたり、高度化したり下がってきたりということもしていると。またですね、DX、IoT、クラウドの利用、テレワークの推進でですね、アタックサーフェス自体も拡大していると。さらにですね、開発環境もアジャイル開発、オープンソース、クラウドのサービスをこう利用してですね、すぐにリリースするとか、あと開発のフレームワークもですね、進化しておりまして、もう開発のスピードがどんどんこう上がってきていると状態。で、そういった状況もありまして、インシデントがこう増える一方なんですけれども、それに合わせてですね、セキュリティ予算が増えているかというと、そういうことではないという状況になっておりますと。で、これ世界でですね、一番狙われると言ってもいいですね、米国の国防総省のホームページ、セキュリティ対策も十分取られてるだろうホームページを対象としまして、2016年の春ですね、今から6年前にですね、まずパイロットプログラムとしてバグバウンティープログラムっていうのが実施されました。バグバウンティっていうのはインターネット上でですね、公開されているシステムに対して外部から脆弱性の報告を受け付けまして、その対価として報奨金を支払うという制度になってます。で、バグバウンティのバウンティっていうのは報奨金という意味ですので、バグを見つけたら、報奨金バウンティですねを支払いますよという、非常にシンプルで分かりやすい考え方がベースになってます。で、シナックからもですね、延べ100名がですね、この、パイロットプログラムに参加しまして、7000時間以上ですね、テストが実施されました。で、結果としましてはですね、138個の悪用可能な脆弱性が見つかりましたと。で、コストはですね、7分の1になったということでですね、この効果が認められまして、2018年からはですね、予算も引き上げまして、正式なプログラムとして実施されております。で、さらにですね、こういったバグバウンティープログラムが一般化してきた。もう2016年からパイロットプログラムやってますので、もうそれから6年経ってるということで、テストする側のですね、エシカルハッカーたちのコミュニティっていうのが、インターネット上でこうどんどん大きくなってきてます。で、テストするためのですね、テクニック、イコールですね、攻撃のテクニック、それから利用するツール、あとテスト用のペイロード、イコール攻撃ペイロードと言っていいと思いますけれども、それがソーシャルメディアで共有されてます。で、こちらがですね、シナックのプラットフォームになります。で、テスト対象はですね、ウェブアプリケーション、モバイルアプリケーション、それからホストですね、サーバーになります。で、これインターネット上に公開されているものだけでなくて、パブリッククラウド上にあるホスト、対象でしたり、あとはお客様のですね、ネットワークの内部にですね、こういったテスト対象がある場合は、VPN をですね、貼りまして、内部のテスト対象もテストできるようになっております。重要なですね、シナックレッドチームですね、テストする側の、お話なんですけれども、シナックはですね、他のバグバウンティープログラムと違いまして、テストするエシカルハッカーというのを厳選しています。他のバグバウンティープラットフォームだと、誰でも登録できますので、数十万人、数万人、そういった登録がありますよというふうに表現されてますけれども、実際ローンチポイントのようなものが当たるようなゲートウェイとかがご利用してないので、実際にテストするっていう人数分かりません。ですから登録者何万人とですね、弊社の1500人比べてどっちが大きい、そういったところでですね、ちょっと測れないものがございますと。で、弊社はですね、現在1500名の SRT にあえて厳選してると。で、これは一番パフォーマンスが出るだろう数ですね、今までは弊社がテストしている数と、エシカルハッカーの数、パフォーマンスが出るようにですね、あえて1500名に制限しております。で、 SRT の応募があるとですね、DOD ですね、国防総省の審査プロセスを参考にしまして、非常に厳しいですね、書類審査ですとか、インタビュー、それからスキルのテストですね、それからインターネット上の発言チェック、バックグラウンドチェックですね、こういったものに非常にですね、厳しくフィルタリングしまして、合格率、採用率はですね、10% 程度と、非常に狭き門になっております。シナックのプラットフォームはですね、もう一般的なバグバウンティと大きく違いまして、安全性を高める仕組みっていうのが多く実装されてます。で、一つ目はですね、ローンチポイント。で、テストトラフィックはですね、すべてローンチポイントを経由しますので、ローンチポイントの IP でですね、テストトラフィックっていうのは判断できるとかですね、あとテストトラフィックはパケットキャプチャーしておりますので、何か問題があった時にはですね、そのカフェキャプチャーをですね、調査しまして、どの SRT がどう
ういうことをしたかっていうのをですね、判断できるようになってます。一番まあ重要な脆弱性の可能なですね、悪用可能な脆弱性のレポート内容なんですけれども、まずスクリーンショットとかですね、動画が添付された詳細な再現手順というのがレポートされます。で、この手順に従って進めていただければですね、お客様側で脆弱性をエクスプロイトするというのを再現することができるようになっています。テストのプロジェクトのことをですね、アセスメントというふうに呼んでおりますけれども、このアセスメントごとに制御ができるようになっております。テスト終了後にですね、アタッカーレジスタンススコアというのを計算いたします。で、これは攻撃に耐える能力をですね、スコア化したものでして、脆弱性を見つけるためにどれだけの時間を要したか、また見つかった脆弱性のですね、重要度ですね、セベリティとその数、それからレポートした SRT のスキルレベル、さらにですね、どれだけ早く脆弱性を修正できたか、そういった値からですね、算出しております。で、テストのですね、中盤に実施しておりますチェックインコールというのがありまして、これお客様と一緒にですね、ミーティングしまして、こういったカバレッジの情報をもとにですね、SRT のテストの状況を確認します、する時間を持っております。それから、シュナックのですね、製品について少しご紹介しますと、主要プロダクトっていうのは、シナック365になります。で、これは24時間365日ですね、テスト実施しております。導入実績になります。名前出していいところでは、ミクシー様、みんなの銀行様、あとフリー様。あと、誰でもご存知のですね、旅行会社様ですとか、鉄道会社様、電力、教育、製薬、保険、教育、メディア、e コマース等ですね。非常に日本でもですね、いろいろなお客様にご利用いただいております。シナックが選ばれる理由としましてはですね、バグバウンティの利点を生かしつつ、高い安全性と固定価格でご提供しているという点、それから米国政府ですとかグローバル救護で数多く利用されているという実績ですね、それから導入の容易さ、顧客負担の少なさですね、事前にですね、こういう URL に対してこういうテストをするというようなそういうやり方ではないというところですかね。ですのでお客様からもですね、よく言われるんですけど、非常にテスト開始するまで早くできて、それは非常にいいというようにご意見いただくことも多いです。それから脆弱性の発見からですね、修正までをサポートするというところ、それからグローバルの規模のですね、プロジェクト、弊社のグローバルにありますので、別のチームと連携しながら対応している案件というのも多くあります。そして最後ですね、世界中のですね、エシカルハッカーに環境をオープンにしてテストさせるということはですね、もうこれ以上ない実践的な取り組みになりますので、経営者のして、としてですとか、あとサービスを提供している側として、また被害者とか加害者にもなるうるですね、ウェブアプリを公開しているという立場として、十分なですね、セキュリティの取り組みをしているという、証明ですね、あと説明責任になるということで、ご利用いただいているお客様というのも数多くいらっしゃいます。ということで、終了させていただきます。ありがとうございました。